はい、皆さんこんばんは。今日はね、愛知県知多半島の刀漁港から海洋丸に乗ってクエ釣りをしてきます。ただいまね0時50分ですね。到着予定が3時半頃、出船がね、5時なんで4時半には着きたいんですけど、まあ、早めにね出ていきますね。愛知県にもね一軒乗り合い船で乗れるクエ釣りがあったんで、そこに行ってきますね。それではね、安全運転で行ってきます。はい、それじゃあね、そろそろ到着しそうですね。今回の海王丸は知多半島のね、いろんな釣りをやってるんですけど、まあ、クエ釣りはね、愛知県じゃここだけしかないみたいですからね。しかもね、ここね、しかもですよ、今回の海王丸はね、あの気まぐれクックがね、クエ釣りをするときに乗ってる船みたいなんですよね。なんかほら、仕掛けを落としてすぐに釣れてる感じの船ですね。まあすぐに釣れすぎて、なんかやらせとか言われてることもありましたけど、そんなことはね、ないらしいです。でもね、海王丸ってネットで調べてもね、クエ釣りの情報がね、ほとんど出てこないんですよね。でね、今回も怖いですけど、無許可で潜入撮影してきます。いや、いつもね、初めての船に行くときは、まあ本当に怖いんですよ。いっぺんね、キチガイみたいな船にね、乗ったことあるんで、もうこれね、一生のトラウマですわ。とは言ってもね、クエ釣りとかは全く釣れない時が多くてね、動画にならん時も結構多いんですけど、今回の船はね、初潜入なんで、釣れ方としてもね、釣り方とか雰囲気とかをね、紹介できればいいかなって思ってます。まあもちろんね、最後に許可が出ればですけどね。お、そうそうですね。ん？あ、もうちょっとかな。どこやろ？左です。あ、ここ？ん？中英丸？え、ここでいいんかな？まあ、とりあえず入ってみましょうか。あ、なんか車がいっぱいあって明るくて広いところですね。海王丸この中にあんのかな？あ、あれ看板がありますわ。目的地に近づきました。あ、すいません、海王丸って書いてあるわ。ここまでの所要時間は2時間46分です。運転こっちやな。お疲れ様でした。Eスタート率が良くなりました。今回はエコ運転でした。よっしゃ、こんなんね、ここですね、無事に到着できました。はい、海洋丸に到着しました。3時43分ですね。3時間弱。で、ここで OK ですね。他にも、なんか船がありますね。どこの船でしょうね。ちょっとわかりませんけど、もう乗り込んで、もうすぐ出船するんでしょうね。この刀漁港はなんかちょっと整備された漁港ですね。こっちにも。氷販売所がありますね。クーラーは特に持っていかないんですよ、ここは。どうなんですかね、僕も初めて。ああ、僕も初めてなんですよ。よろしくお願いします。ああ、そうです、そうです、そうです、はい。ああ、ほんまですか、ありがとうございます。どちらから来られたんですか？岐阜です。あ、岐阜なのに僕の見てくるんですか？そうです、ね、僕関西市。クエ釣りとか。ああ、はい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 。あ、あ、そうです、はい、はい、今日はこっちを発見したんで、こっちに、はい、来させてもらいました。いや、ちょっとまた、あ、ほんまやな、あ、ほんまや。ちょっと、今変えましょうかね。ちょっと聞きますわ、ちょっと。あ、そうですか。あ、おはようございます。好きなとこで。あ、そうなんですか、はい。はい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 。美味しい。どっちが行かれます？もうどこでも僕残り物でいいんで。なあ、お二人でこっち行きます？な、僕じゃあ。だなんで、じゃあ僕店長前でいいですかね？なら。はい。店長？現場まで何分ぐらいですか？何？現場まで何分ぐらいですか？1時間。ああ、
1時間今日ぐらいですね。了解です、了解です。はい、ありがとうございます。1時間10分か15分らしいです。はいはい。従業員さんですか、あの釣り具屋さんの。あ、出なくて。はい、出船しました。今から1時間10分か20分かかるそうです。店長、はい、3ヒロと2ヒロどっちがいいですか。あー、塩ゆるそうなんで3ヒロでもいいです。了解です、了解です。はいよ。まあ、どっち、基本的に2ヒロが多いですけど。あー、そうなんですか。なんか、ゆるそうなんで。わかりました、2ヒロにしておきますわ。はい、ゆるい時だったら2ヒロでもいいですよ。はい、はい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 。またちょっと様子見て教えてください。はい、僕も釣ったことないんで。あ、じゃあ、こんなでっかいんでね、あのちっちゃい針は、あの基本40、なんか MO の40ぐらいが、あー、ほなちょっと付け替えきますわ。はい、ありがとうございます。これ口掛けでいいんですね。はい、でそこに落として、針数どっちにしました、長さ。ね、2ヒロです。2ヒロだったら、はい、半分ぐらい上げます。ああ、半分ぐらい上げて待つんですね。はい、わかりました。はい、もう完全に入り込んでから巻き出したいいんですね。はい、わかりました。はい、ただ当たった時に、はい、あのたるんでる分があるじゃないですか。はい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 。例えば 3m で、はいはい、1ヒロ上げたら、はい、1ヒロあるんで、はい、その分は、はい、ちょっと締めた方がいい。ああ、めっちゃじりじりで、はい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 。たぶん、まあ、当たっ、ウツボでもクエでもどっちも一緒なんですけど、はいはい、当たってきたらやっぱりたるんでると根っこ入りやすい、ね、はいはいはい、こういう感じで、ああちょっとずつね、ちょっとずつ上がって、はいはい、ゆっくりさ、はい、当たりコツコツしてるときにちょっとずつ、はいはいはい、イメージとしては魚にバレないぐらいで、はいはい、そのたるんでる部分を回収して、はい、します、これぐらいで、はい、これぐらいで巻いて、はい、あ、コツコツしてるときにちょっとって感じで、はい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 、はい、で張り込んだらもうこうはめたままガーッとやったらいいですね。はいはい、これ下手に持つと、はい、もらえるだけで、はい、はい、負けない、はい、こうやってはもらえれるんですけど、はい、負けないんで、そうですね、はい、小食いだったらね負けない、はい、ね、負けるんですけど。なんかこれはじゃあここって結構根掛かりするんですか。あ、あ、なんか こまめに取り直した方がいいですかね。こまめに取り直してください。あー、わかりました。はい、やなかったら、はい、少し上げて、はいはい、はい、はい、また落とし直して、はい、はい、わかりました。え、これ船長、これ、え、あれ、いや、当たりちゃうのかな、これ。ね、当たりですこれね。あ、入った、これ、まだ、まだやな、これ、ウツボ入ってるこれ、当たりですね、これね。当たりやわ、これ。お、あ、でもコツコツいってるから。ウツボちゃんですね、今多分きっと。食い終わったか。もう一回あげてみる。はい。
なかったですわ。おお、なくなってんねや。当たったで。当たってる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 。おお、ごつ来てくれ。お、まあ、触ってる。触ってるわ。おお、ごつごつしょ、ごつごつしょ。おいよ。おおお、ゴツゴツしょ、ゴツゴツしょ。あ、もうなかった。当たり頻度が高いから面白いですね。そうなんです。ああ、退屈しませんよこれ。お、でおしょ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 、あれあれあれ。入れよ。お、あ、当たってる。惜しい。もっと入れ。お、惜しい。まだこれうつぼやな、これ。あんまりもう当たりなくなったら、もう一回逃げたってください。これはもうやめるべきですか。あ、そこまで行ったらいい。はい、はい、いやでも当たり多いからいいですね。当たりが多いからいいですわ。巻いて。え、あ、また、あー、惜しい。いますね、船長。いますね。いやいや、ほんまですよ、はい。大か小か、運ですからね、はい。いや、でもいいな、当たり来るな。まだいいでしょ、無理だと思うのよ。どんどん叩いてるからな。サバですか。サバ。あ、やばいですね、先導仕掛けが。はい、はい。こら、期待できるな。おお、よし、入った。やったー。早速来た、やはり。あ、ごめんなさい。あ、ウツボか。あ、でっかいウツボや。あー、でもごめんなさい、楽しい。でもいやいや、全然でかい。おー、ぐるぐる巻くんや。おー、でっか。なんじゃこれ。わあ、でもでかい。それ当たりも大きいわ。はあ、おー、ご苦労様です。ボーって当たって、はい、急にパタンと止まる時があるんです。あるんです、はいはい。その時はもう大チャンスです、ね。はい、あ、そうなんですか。誰一番早く気づいたのか、はいはいはい、大概釣れます。
あ、じゃあウツボが逃げるってわけですね。はい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 。一瞬止まるんですよ。はい。大体声が聞こえます。ええー。その時に、はい、ちょっと動かせる人は、はい、有利です、ね。ああ。反応して。はい。あ、誘いになるんですね。誘いになります。はいはいはい。なんでちょっと巻いてから落としてねっていうのは、はい、誘いも兼ねて。ああ、なるほど。あ、ああ、なるほどね。デッドベイトなんで。はい。ちょっとやっぱり動かさないと。はい。そのまま落とすと動かないんで、な、意外と頻繁にやった方がいいんですね。何も当たりないときは。はい。今日はでもあの人釣りそうですね。うん、はい。多分あのやっぱり船で一般ついてついてる人っていますからね、やっぱり。ね、はい。俺もね、70メートル。おお、いい当たりや、いい当たりや。もうちょっと巻いてみて、50センチぐらい入ってくるんじゃないかな。よしよしよし。おっしゃー。おお、やったー。これ違います？あ、叩かないですね。はい、どうやら、まあ、そうですね、はい。いや、でもでかいですね、ウツボ。でかいな。これはすごいでかいですよ。これ逆にウツボ釣り来るだけでも価値ありますわ。いや、これ本当に食べる人だったらね。最近でもウツボもね、市場価値、ね、はい、あるんですよ、高いんですよ、はい。僕らでも冷凍のやつ1キロ4000円で仕入れてますからね。はい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 、あの処理したやつね。ああ、やっぱり処理が結構取ったりますよね。持ってかないですか？え、持ってかない、持てできない。これはいいわ、ほんま。わ、気がつかん間にやられてんねやな。いや、こんなに何すんねんのと思ったら、ほんまにいりますわこれ、確かに。はあ、今も上げてきたら、はあ、当たり気づかないでにね、なくなってる場合も多いからね。はあ、ありがとうよ。あいよ。ここじゃあ重りは205と255を用意してて、あとはあれば150とか180の150、150、200、250であったら、はい。で、で、P の水晶は何号ですか？ 30。30？ な、あの、僕、ほら、大阪の関西の人間を引っ張ってこようとしてるから、まあ、基本的に12号が向こう、標準だから、自己責任でまずは OK で。で、12からまあ30。はい、はい、はい。うちはまあ僕は30って言うんですけど、はい、12号のあの、高いやつあるじゃないですか。はい、はい、はい。いいやつ、はい、はい。12本用、はいはいはい、あれだったらいいんですよ。はいはいはい。ほんで、あの針は、スーパークエやったらもう40で最40で、あ、でそれより以下になるとウツボが来るんですね。もうあのすっぽ抜ける。ああ、すっぽ抜けるんです。はい。せっかく食ったくらい。はい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 。口かからないで。ああ。抜けちゃうから。な、 MO45 とか。MO60 とかもあるじゃないですか。まあ朝60までやれないですか。60だとちょっとで。カナハリスは。はい。80ですね。はい。3メーターか 4.5 メーター。いや、まあどこで一発ゴンとくるか分かんないですからね、これはね。当たりました、また。いいですね。可能性が、はい、高いでしょ。お、お、当たった。おー、しょしょ、当たった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 で、当たったで。入った？え、抜けた？どっち？マジですか？お兄さんですか？うわ、惜しい。え？はい。いつ本間食い込むか分かんないですからね。そうですよ。はい。ウツボじゃないやつを釣りたい。ウツボをかわしながらね。サメ？あ、サメや。サメだな。ああ、やっぱりね。うお。元気なやつや。あ、そう。残念もね。あ、しかもお腹や。そら元気や。いや、眠気が覚めた。ご苦労様です。おー、走って逃げた。カメとかエイとか、はい、カメ
カメもそうなの。はい。なんかこれ違うもんで、ウツボ以外でなんか違うものを食うときは、はい、いいときなんですよ。あ、カメもおるんですか。カメも。いや、マジっすか。夏は身が上がっちゃう。ええー。それかかったりするんですか。かかる。いや、そりゃそうですよね。怖いですよね。本当に。一番立ちが。お、入る。これねえかな。あ、じゃあねえな。ちょっと開けてるしね、これ。おお、いたいたいた、後ろ。いた、いた。やった、いた。あ、おらおら、あれで。え、あかん。なんか当たりが増えだしたな。あげて。すぐ入れて。当たりが増えだした。それも上げた方がいい。はい。ああいうのがなった時は。はい。ちょっと動かして、落とした方がいい。お、入る。あ、ちゃうか。触ってる。あ、また頭だけ。はい。頭だけです。いや、すごいっすね。はあ、いやいや。いや、めちゃくちゃでも当たりあるから面白いですよね。了解です。ちょっと残業ですね。ありがとうございます。来た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 。あ、来てる来てる来てる。あ、戦う。軽いな。いやいや、それでもすごいな。なんかね、すげえ声みたいな入り方してる。はい。うん？あれ？種類？あ、ちゃう、え、クエじゃんこれ。え？クエよ。あ、クエ。いい、やったー。やったー。クエや。おめでとうございます。どうぞ、どうぞ。イエーイ。何回すっぽ抜けたことか。ついに行きましたね。おお、でかいでかい。おめでとうございます。よかった、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。よかった。基本的にはじゃあ12月頃までですか、クエは。1月、2月、2月、頭ぐらい、水温次第ですけど。やっぱあれ、温暖化なんで。あ、やっぱりそうなんですか。水温あれば。はい。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。バチバチ上がってまいります。はい。戻ってくれました。ありがとうございます。よかったよかった。僕もでもフィッシングキングに行って、その T シャツ買いますからね。T シャツ買って帰りますわ。ステッカーももらって帰りますわ。うわ、結構降ってますね。はい。船長お疲れ様です。めっちゃ楽しかったですわ。よかったよかった、本当によかった。最後釣れたし。ありがとうございます。港に着いたらシャワー付きの水道があります。こっちは自由に使います。いや、でも何遍もすっぽ抜きあったけど1本取れてよかったですわ、はい。7、8キロってとこですね。8キロぐらい。はい。もう大きさだけは運すもんね、本当に。はい。まあでもクエ釣りの中では一番あの楽な釣り方ですわ。でしょ。一番楽な釣り方。はい。疲れない。あ、これ美味しそうですね。よく太ってますわこれ。はい、よく太ってる。よかった、初めての人が釣れてよかったですわ。いいですね。はい、それが一番ですわ本当に。おお、あ、いいっすね。これちょっと寝かしたらうまそうですね。超えてますわこれ。本当超えてますわ。うまそう、本当うまそう。
福井の場合は氷だけでつけとった方がいいんですかね。どういう氷、水、塩氷の方がいいんですか、それとも氷だけで冷やした方がいいんですか。寝かすぎ、はい、一旦ほら閉めるじゃないですか。海水氷、あ、やっぱり塩氷の方がいい。一旦芯まで冷やした方がいいんですね。でその後氷で、はい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 、内臓を、はい、冷やした方がいい。ああ、で先生、ここの地域って魚をさばくところないんですか。ありますよ、さばいてくれるところ。ああ、そうなんですか。あ、それこう釣った魚さばきます。あ、マジですか。え、この知多半島の中に。ありますよ、すぐそことか。一番近いところだとすぐそこに。あ、じゃあ船長に聞いたら、分かるんですね。で、このクエとかもさばいてくれるんですか。あ、それはいいですわ。あるとないと全然違いますからね。はい、これぐらいだったら、これだったらまだいけるんですわ。もう10キロ超えてきたら硬すぎるんですよ、普通に人は。はい、よかった、でもありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。形になりました。77センチ。いや、でも船長、今回の動画にも僕勝手に船長のこと友達の船長って入れておきますからね。友達の船長って入れておきますからね。勝手に入れておきますわ。はい、港に戻ってきました。クエも締め終わって今から帰るところです、ね、今日はね、当たりもめちゃくちゃあったんですけど、まあ、ウツボも含めてね、やっとね、1本ね、今日初めての人が釣ることができました。よかったです。それではね、安全運転で帰ります。